道路の交差点などで見かける信号機、自動車や歩行者が安全に道路を通行するため重要な役割を担っています。この信号機が最近薄くて横型のものに変わっていること、皆さんご存知ですか？今回はこの新しい信号機について教えてもらいました。7月29日から8月9日までの期間、鶴木ヶ丘交差点では信号機の取り替え作業が行われました。大きなクレーンを使って縦型の電球式信号機が外され、横型の薄い LED 式信号機が取り付けられました。また歩行者用の信号も LED 式に変わりました。南田島警察署管内でこのような信号機の取り替え作業が順次進められています。令和3年末時点で南田島警察署管内には115機の信号機があり、そのうち30機、 26% が電球式から新しい LED 式に交換されているということです。新しい信号機について教えてもらうため、矢部警察センターを訪れました。こんにちは。よろしくお願いします。交通総務係の田中敦俊巡査部長に話を伺いました。どうして新しい信号機に変わっていってるんですか？まずは信号の柱、信号柱の老朽化と、あとは信号灯器、信号の陶器自体が老朽化したら随時変更していくという形になります。鶴木ヶ丘交差点の場合、国交省が管理する街灯柱に信号機を強化していたため、耐久年数が来た街灯柱を変えると同時に信号機も交換しました。これまでの信号機とどう違いがあるんですか？まずはですね、視認性が良くなるということです。西日対策によって、信号機自体が見やすくなるというメリットが1点あります。新しい信号機に使われているのは LED 発光ダイオードです。 LED 自体が赤、黄、青に発色するので、光度が均一で視認性が良いことが特徴です。従来の電球式では西日などが当たった場合、実際には点灯していなくても点灯しているように見える疑似点灯現象が起きることがありますが、 LED 式ではその心配はありません。また一つの信号機に複数の LED を使用しているため、玉切れによる完全滅灯が起きにくくなっています。メリットっていうのは他に何かありますか？消費電力自体が、旧の電球式に比べればかなり少ないということと、陶器自体の寿命がとても長いということになるんで、まあ間接的ですけど環境対策にもつながるかなと思っています。じゃあ、まあ交換する頻度が少ない、少なくて済むということですね。はい、LED 式は電球式に比べて消費電力が6分の1程度で長寿命です。電球式は半年から1年程度、 LED 式はおおむね6年から8年使用できると見込まれています。今後技術が進歩するにつれ、さらに長くなることも期待されます。昔の信号に比べて薄いので風とかに弱いのかなと思うんですけど、そのあたりは大丈夫ですか？昔の信号の方が大型で受ける風が大きいので、よく信号の向きが台風の後に変わってしまったりとかいうので、業者さんに頼んで修理してもらうっていうことがあったんですけど、薄型で風自体が受けにくい形になってますんで、強風などにも対策にはなるかなと
思います。強風とともに気になるのが雪への対策です。LED 式はほとんど熱を発しないため、電球式と違って雪を溶かすことができません。雪の対策は何か取られているんでしょうか？豪雪地域に設置される LED 信号自体が豪雪型という LED の信号になってまして、プラス、角度自体を20度ぐらい傾けて設置してますんで、プラス信号灯器の自体が薄型になってますんで、積雪対策にはなってます。上からの雪自体、積もりにくいっていう対策はできてるんですけど、横殴りの豪雪の時は張り付いた時に対しては警察官が現場行って対応したり、業者さんにお願いして、除雪なりしないといけないっていうデメリット自体もなくはないですね。今後信号機の取り替えの予定はどのようになっているんですか？まず老朽化した箇所から随時変更していくっていうのが第一で、あとは視認性が悪い西日で見えにくいといったところが要望等があれば、本部信号係と調整して随時変更していく予定です。工事の際は信号機が滅灯してガードマンによる誘導によって工事が行われます。その際は交通事故防止と十分留意していただいて、ご協力よろしくお願いします。日々車同士や車と歩行者の事故を防ぎ、車の流れをスムーズにして安心安全な通行をサポートしている信号機。皆さんも身近な信号機を改めて確認してみてください。そして交通ルールを守って交通事故を起こさないよう、巻き込まれないよう注意しましょう。